パブリックはアメリカ海軍の高速輸送艦。チャールズ・ローレンス級高速輸送艦の一隻。艦名はミルトン海パブリック少佐にちなむ。パブリックは1943年9月21日にバックレイ級護衛駆逐艦の一隻としてペンシルベニア州ピッツバーグのドラボ社で寄港した。1943年12月18日にパブリック夫人によって命名浸水し、 テキサス州オレンジのコンソリデーテッドスチール車で偽装が行われた。パブリックは1944年6月27日にチャールズ・ローレンス級高速輸送艦の遺跡として APD-72 艦種変更された。変更後1944年12月29日に艦長 CV アレン予備少佐の指揮下収益した。バミューダ沖での成長及び バージニア州ポーツマスでの揚陸船訓練の後、パブリックは1945年2月22日にノーホークを出港し太平洋へと向かった。パナマ運河及びカリフォルニア州サンディエゴを経由して3月21日に真珠湾に到着する。ハワイでの訓練演習の後、4月13日に真珠湾を出港し、マーシャル諸島のマジロ干渉に向かった。 続いて、カロリン諸島のウルシー干渉で停泊し、沖縄戦に参加するため、琉球諸島に向かった。1945年5月3日から9日まで、パブリックは沖縄沖のピケラインに配置され、いくつかの日本軍機による攻撃を撃退し、救助作業を行った。5月4日の警戒中に生存者を発見し、ヒギンズボートの救助班は、サメと格闘して、彼を収容したが、 すでに死亡していた。それは LSM-195 から195の上院であった。その日の午後、総員配置の中間長とドクタープッツェルは葬儀を行った。公開日誌には19時28分に官長 CV アレンショの指揮で LSM-195 に上艦中1945年5月3日の 戦闘で死亡したジョージ・ J ・ルールマンの葬儀が行われた。彼の遺体は、統計21度0分け127秒、北緯37度5分26秒の海域に葬られた。と記された。5月10日に、病院船レリーフを護衛して、グアムに向かい、12日に、ハグシアンカレッジに戻り紹介任務を再開した。1945年5月18日、パブリックは、 特別救助艦に指定され何回かの日本軍機による激しい攻撃の中救助作業を継続した。5月27日には特攻機による直接攻撃を初めて回避した。翌28日、低空で攻撃を行う一式陸上攻撃機に対して攻撃を行った。その後、姉妹艦のヨークスと共に特攻機の攻撃で撃沈された駆逐艦。 ドレクスラーの生存者をハグしで上官させた。29日には特攻機によって損傷した駆逐艦シュブリックの生存者を上官させた。パブリックは終戦まで琉球諸島をはじめとする太平洋戦線で任務を継続した。1945年8月14日、パブリックは東京沖で第三艦隊と合流した。 第二次世界大戦は1945年8月15日に日本が降伏し終了した。1945年8月18日、パブリックはイギリス海軍太平洋艦隊と共に巡航し、イギリスの軽巡洋艦ニューファンドランド及びニュージーランドの軽巡洋艦ガンビアから上陸部隊を上艦させた。8月27日に本州に到着、相模湾に入港し、 8月30日には、シムズとバーと共に、東京湾に入港、入り口の第二要塞及び第三要塞に武装解除のため陸上部隊を上陸させた。部隊が帰還すると、パブリックは横須賀港に向かった。1945年8月31日、パブリックは第四海兵連隊 L 大隊を乗せ、立山湾に向かい、 同案の海軍航空基地を確保し、9月3日まで海兵隊支援のため止まった。9月3日に再び海兵隊を乗せ横須賀港に戻った。9月9日にパブリックはバラック船に指定された。1946年4月15日、パブリックは日本を離れ、サンディエゴでの停泊及びフィラデルフィア海軍造船所とチャールストン海軍造船所でのオーバーホールの後、 不活性化のため、フロリダ州グリーンケーブスプリングスに経営された。パブリックは1946年11月15日に、グリーンケーブスプリングスで退役し、セントジョンズ側の大西洋予備役艦隊、フロリダグループで保管された。不活性状態のまま20年以上保管され、1967年4月1日に除籍された。 パブリックは1968年7月1日にノースアメリカンスメルティングカンパニーにスクラップとして売却された。パブリックは第二次世界大戦の沖縄戦における功績で一個の従軍政賞を受賞した。ありがとうございます。